京都新城は、太閤、豊臣秀吉が、関白、豊臣秀治の呪落台を破却した後、豊臣関白家の正式な邸宅として、京都御所島南に構えた、豊臣秀頼のための城郭風邸宅である。ただしその後は、豊臣家から関白に任命されたものはなく、秀頼が短期間利用した後は、秀吉の性質である、高台院が隠居屋敷として用いたのみであった。 なお、京都新城は、現代になってからの古障であり、当初は太公お屋敷、太公御所、太公上行屋敷などと呼ばれており、やがて、新城、秀頼京五城、京の城と呼ばれた。しかしかつての、樹楽のような名は、この寝台には与えられなかった。慶長二2年正月末から、関東の諸大名を動員して、下行東部地域に新しい城の普請が始められた。 しかし4月には、金利東南の地に場所を変更されている。秀頼の城が、どのよう構想されていたか不明な点も多いが、京都新城の規模から見て、また金利に接する地点に移されたことなどから、何なる宿間以上の意味が想定されていたかもしれない。江戸時代中期に、森幸康が、交渉復元した、地図、中昔久下町の絵図に描かれるところでは、太鼓と書かれ、 この地は、遡れば、平安時代、かの御堂関白、藤原の道長が、土三土台を構えた場所と考えられており、樹落台を、かつての大大理跡に設けたように、秀吉が御堂関白に憧れてこの地を選んだという見方もある。不審は5ヶ月ほどで完成し、9月には、秀吉と秀頼が滞在、太公お屋敷と呼ばれた。9月27日、 秀頼はここから三大して剣福し、初めて十四人下左この絵少将に助任されている。秀吉は完成した屋敷を数度を訪れたが、いずれも滞在は短期であった。幼少の秀頼が住んだとの説もあるが、これも渡ましとあるだけで、実際に住んだことは確認できない。翌年八月十八日に、秀吉が伏見城で亡くなると、家督を継いだ秀頼は、新城には住まず、 秀吉の異名により大阪城に移った。慶長4年9月、大阪城祭の丸を徳川家康の渡す準備として、高台院が大阪から新城に移居したので、以後、高台院屋敷と呼ばれた。慶長5年8月29日、関ヶ原の戦いを前に、近利近所のゆえつまり戦闘に、新城が利用されるのを避ける目的で、屋敷の防御施設が、 町人速薬を動員して撤去された。この時、南面御門、内堀、南城の堀、石垣などが取り除かれたが、当時の縄張り図はもちろん、発掘によっても、関連以降が2020年までは一切発見されていなかったから、全体の構造の推測は困難であるもののくげの、邸宅としては防御機能が充実していたが、城郭としては未完成だったと思われる。 関ヶ原戦以後、引き続き高台院が用いた。この頃、敷地はさらに縮小されたと考えられ、続本町津岩には、初秀吉の立在凶極須作、新君記の、しかも渡る作り二条城とあり、慶長七年に一部が取り壊されて二条城に運ばれたことを伺わせる。高台院屋敷の規模は、高台院没後すぐ頃に作成されたと考えられる。 京都地図屏風に、万所様、木下区内の記入があることによりわかる。このほか、徳川和子の時代を描いた、落中落外図には、高台院屋敷と推察される屋敷の一部が描かれている。大阪の橋橋が断絶したことを惜しんだ、高台院は、晩年に、老いの木下都市坊の次男立議を養子に取り橋橋都市継と称させた。寛永元年。 高台院が没すると、屋敷には、老いのの下俊夫房が住んだ。橋場俊次は、寄り合いの旗本として、江戸に屋敷を与えられたため継承されず寛永四年に、ご水のお天皇が上位の意向を示すと、幕府より、戦闘御所の敷地に選ばれて解体され、御所の建物の建設を開始した。屋敷跡は、戦闘御所の建設により完全に失われて、全く残らないが、 当時の文書により、神殿、南の書院、白藤棚の西野殿、北殿があったことが分かり、また、敷地東部には、現在の先頭御所の池の前身と思われる、阿古瀬が池を中心に、大きな庭園があったと推定されている。当時の常として、御所建設に先立ち撤去された建物は、市内の寺院や、公家屋敷に移されたと思われるが、記録、伝承、地図などには、 一切の記事が見られない。ただ、西本願寺飛雲閣降格台から、寛永5年3月から寛永6年8月までという牧書が発見されたことから、これを飛雲閣一区の時期と考え、撤去時期が重なる高台院屋敷すなわち、秀吉の京都新城の遺構だとする説が最近提出された。これによって、西本願寺に残された複数の文献に現れる。 非文革は、秀吉の遺構あるいは、非文革は、徳川家の鬼神という記述に、初めて一致したとする。また同じ、西本願寺の国宝、カラモンや大醐美本院の国宝、カラモンももともとは、京都新城のために制作されたものではないかとする。2020年、京都戦闘御所内での発掘調査で石垣と、堀跡の遺構や金箔がついた瓦が見つかった。 京都新城の遺構が発見されたのは、これが初めて。ありがとうございます。